愛媛県西条市の職員に危害を加えることをほのめかす内容を Facebook、FB に投稿し、市職員の業務を妨げたとして、愛媛県警西条署は19日、同市下水道工務課係長の男、44、を威力業務妨害容疑で逮捕した。発表などによると、係長は今月11から16日に計5回、Facebook 上でナイフや同市役所正面玄関の写真とともに、5は実行するだけ。今日も朝から西条へ偵察だ。まずは市役所へ、などと投稿し、同市職員に庁舎警戒をさせるなど市の業務を妨害した疑い。容疑を認めている。係長は Facebook に偽名のアカウントを持っていたという。16日夕、市職員が知人から投稿について聞いたといい、市は全職員に注意喚起のメールを送信。同署員や市職員らが16日夕と17日朝、庁舎出入り口で警戒したが、異常はなかった。